アンドソーディスイズクリスマスは、畑県日誌による長編小説。カーデ処防新社より2016年11月24日に刊行された。東京を舞台とした連続爆弾テロ事件をめぐるクライムサスペンス。観光に合わせて、真の脚本、演出で舞台化され、劇団、畑組により、畑組ボリューム7公演として、同年9月から10月に上演された。 2019年12月3日には、サイレント東京ソーディスイズクリスマスと開題され、川で文庫より文庫化。また、2020年には、サイレント東京のタイトルで実写映画化され、同年12月4日に公開。12月22日、東京、エビスの商業施設に爆弾を仕掛けた。午後12時ちょうどに爆発するといった内容の脅迫メールが、 テレビ局に入った。どうせがせだろうと、記者のクルスコータと高沢は半信半疑で現場に取材に行く。現場に着くと山口愛子という女性がベンチに座っていて、彼女はすぐさま高沢を身代わりにベンチに座らせた。彼女によるとベンチの下に爆弾があり、30キロより軽くなると爆発するという。その後、実際22時に、 高沢のすぐ後ろのゴミ箱が爆発し、商業施設は大パニックになる。ベンチから動けず、一人取り残される高沢だったが、爆弾処理班が到着し、液体窒素で爆弾を無力化しようと試みるが、犯人は、これは、戦争だとし、後の12月24日の渋谷駅のスクランブル交差点の爆破テロ事件につながっていく。劇団、畑組により、 旗組ボリューム7公演として、シアターグリーンボックスインボックスシアターにて2016年9月24日から10月23日に全25公演にて上演された。閉演は、旗組ボリューム8公演、ガツの子供ザムシカル、サイレント東京のタイトルで2020年12月4日に公開。監督は、旗の高文。主演は、佐藤光一。 サイレント東京に関するカテゴリー、ありがとうございます。